ございます。朝飯です。今日は普通にパンとオリーブオイルでいきます。あ、うますぎます。本日はね、ちょっとパウンドケーキを作ったので、こいつと一緒にいただきたいと思います。実家からパウンドケーキ用の型みたいなのをもらってきて、今まで牛乳パックを加工してパウンドケーキ作ってたんですけれども、今回ちゃんとしたアルミ製の型でやったので、めちゃくちゃ綺麗に形がね、もう完璧でございます。ということで、じゃあこれと一緒にいただきたいと思います。あ、めっちゃこれコーヒーとの相性いいですね。この最も相性のいいものの中に入ります。はい、ということで散歩に出てきました。ちょっと今日もいろいろやってて、今6時半でございます。気温はですね、よいしょ、気温あれ31度、やば、全然涼しく感じんだけどなんか全然、なんか暑いのかなと思って外に出たら、あれ意外に涼しいなと思って、で今気温見たら31度だって30度超えてるんだ、やば。この気温に慣れたんでしょうか。かなりの暑がりなのに31度で涼しいって言って、いや本当に涼しいんですけど、これ本当に25度ぐらいの感覚なんですけど、やばいっすね。30度慣れた、もしかして。いいっすね、横から光が当たってる感じ、綺麗でございます。さあ今日は違うコース行こうかな。本日はですね、これ作ってみたいと思います。黒胡椒ガーリックチャーハンの素、裏に作り方書いてありますが、卵とご飯茶碗2杯分、そしてサラダ油でできるらしいです。フライパンにサラダ油を入れて熱し、溶き卵を軽く炒める。ご飯を加え、卵とご飯を切るようにして、炒める。チャーハンの素一袋をまんべんなく振りかけ、切るように素早くでき、炒めて出来上がり。じゃあちょっと作っていきますか。卵炒めましたんで、ご飯投入します。じゃあ OK。そしたらこいつを、あ、ちなみに2人前使ってます、作ってますんで、これをまんべんなく振りかけて、切るように炒めて完成ってことです。はい、ということで完成しました。黒胡椒ガーリックチャーハン。ではちょっといただいてみたいと思います。あ、うまっ。確かに黒胡椒とガーリックの味がしますね。これいいっすね。めっちゃ。トータルでこれ10分もかかってないっすよ。うまいな。しかもこれ、いい感じに、パラパラなんですよ、ほら。なんか、なかなかこんなチャーハンパラパラできないのに。なんか、あれ通りにやったら結構パラパラにできましたね。なんか結構チャーハン作るとなんかべちゃべちゃというか、なんかこうパラパラではないんですけど、意外にこうパラパラチャーハンが出来上がってて、
すごいですね。ちょっと、あれ買っとこうかな。いいっすね。